林です。聞こえてますでしょうか。はい、聞こえてます。画面の共有始めます。はい、どれだっけな。あとレコーディングよろしいですか。あ、はい、大丈夫です。はい、はいはい、お願いします。どれだっけな、これかな。あ、はい、ですね、じゃあ始めさせていただきます。まず Linux ディストリビューション選びの基礎知識ということで、 Linux ディストリビューションのリリースモデルはということで、リリースモデルについてちょっとですね、このスライド自体はジャンボリーのホームページにも記載したんですけれども、オープンソースカンファレンスという先週、金曜日と土曜日に5日6日にまたがって行われた、まあ、オンラインのオープンソースのイベントで発表したものと同じものです。はい、なのでまあ、フルで、動画もあるのでちょっと、まあ、いろいろ重なっちゃいますけれどもご容赦ください。では始めさせていただきます。私、富士通コンピューターテクノロジーズの林と申します。はい、でまず初めにですけれども、まあ、Linux のサポートチームに属しています。ちょっとここはちょっと割愛させてください。オープンソースカンファレンス向けに書いたものです。はい、でリリースモデルについて、まあ、セミナーをやった背景ですけれども、まあまあ、最近有名な Linux ディストリがあって、まあ、CentOS なんですけれども、まあ、ローリングリリースモデルに移行するっていう、まあ、ニュースが出て、まあ、リリースモデルって何を意味してるんだろうとかっていうのをちょっと調べて、まあ、この観点でディストリビューション整理してみるといいかなと考えたので、そのセミナーをやったということになります。はい。でですね、ディストリビューションのリリースモデルってどういうところで使われてるかっていうか、どういう分類できるかっていうのなんですけれども、ディストロウォッチという、まあ、有名なサイトがあります。ここでディストリビューションを検索するときに、フィルターの項目にリリースっていうタイプがあって、ここで振り分けられるんですね。で、ここで選べる、プルダウンメニューが出てくるんですけれども、どんなのがあるかっていうと、フィックスドカッコ LTS と、あとはセミローリングとローリングという4種類を使って振り分けることができます。で、まあ、この4つあるんですけれども、ちょっと今回セミローリングっていうのは、なんかそのローリングを使った派生系のディストリーだけが抽出出てきていて、ちょっとそこについてあまりコメントすることもなかったので、本資料では使っていません。ということで、3つ。ローリングリリースモデルと、まあ、フィックスド定期リリースモデルとロングタームサポートと、まあ、あと一つ商用の Linux も入ってくるのでエンタープライズモデルというのの3つを分類することにしました。で、じゃあフィックスドリリースとローリングリリースってどう違うのかっていうのを絵にしたものなんですけれども、このスライドで、まあ、コンポーネントが上の方のフィックスドリリースっていうのは、例えば上のちょっと 黒がかった赤の箱から、まあ、容器から右のグレーのコンポーネントが入っている容器まで、例えばバージョン1から2へ行くときに、まあ、このディストリビューション、この一つのまとまりがディストリビューションとすると、そのディストリビューションの中のコンポーネントが、まあ、依存関係も解決されて、ちゃんとインテグレーションされたものがリリースされて、その後でまた全部次のバージョンになったら全部それがまた再度行われたものが出てくる。で、それが定期的なリリース周期を持って出てくるのがフィックスドリリースです。で、それに対してローリングリリースはその定期的な周期よりもさらに細かい周期で、例えばフィックスドリリースが1年とか2年とかっていう周期に対して、またもっとそれ以上の周期があるんですけども、それに対してもう2週間とか1週間とか、まあ、1ヶ月とかっていう周期で出てきます。なのでもっと細かく、この三角の、例えばこのパッケージですね、パッケージがちょっと新しくなり、さらに新しくなりっていうのが細かくリリースされていって、まあ、最終的には、まあ、同じタイミングではないかもしれないですけれども、
新しいコンポーネントになっていくという感じで、細かくコンポーネントが変わっていってリリースされていくというものになっております。はい。で、それをちょっと分類して表にしてみたのですが、まあ、ローリングリリースと定期リリースと、まあ、ロングターンはおよびエンタープライズということで、どのくらいの周期を持って出てくるかっていうと、ローリングリリースは先ほども申しましたように、まあ、ウィークリーとかマンスリーです。で、どんなものがあるかっていうと、まあ、オープンスーゼ、タンブルウィード、アーチリナックス、マンジャロ、ジェンツー、で、ここに新しくセント OS ストリームというのが入ってきましたと。あと、デビアンシットですね。まあ、これも、ここに入るかどうかは微妙なものなんですけども、ちょっともう3つに分けたということで、無理やり入っています。まあ、内容はどん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 先ほどの絵のように、新しいものが更新されてくるというものになっています。で、定期リリースなんですけれども、横2つに比べてものが少ないんですけれども、まあ、Ubuntu の LTS 以外のものとか、Fedora なんかがこれに該当して、まあ、年に1回か2回出てくるやつです。で、これが、まあ、どんな内容になってるかっていうと、まあ、従来の LTS のものの、まあ、上流で新機能を早めに入れていくためのものになっていて、まあ、ローリングリリースよりは、まあ、コンポーネントの整合性、依存関係とか、まあ、そういうものが、まあ、ちゃんとテストされて出てくるものになっています。で、さらに、まあ、ロングタームサポートやエンタープライズ版ということで、もっと長い周期ですね、4年とか10年とか、まあ、10年というのはサポート期間になってるんですけども、でそれにさらにマイナー半数も年に1回か2回ぐらいしか上がらなくて、まあ、結構保守的で安定志向のモデルで、オープンスーゼリープとか、まあ、商用のスーゼリナックスエンタープライズサーバーおよびデスクトップ、まあ、デビアンのステーブルもこちらに入るということ。あと Ubuntu と Red Hat Enterprise Linux で、Red Hat Enterprise Linux のまあコミュニティ版の位置づけということで CentOS もあったんですけども、これが今後なくなることがアナウンスされまして、まあ、これのフォークとして今出てこようとしているのが Rocky Linux というのがあって、こういうものがあります。はい。で、この前のスライドの表を見て、分かることなんですけれども、まあ、同系列、例えばそのレッドハット系、まあ、スーゼ系、デビアン系、ブンツ系、まあ、とかそういう系列があって、まあ、各リリースモデルに配置されてるんだなということが分かります。まあ、上流に周期の短いリリースモデルを置いて、下流に周期の長いリリースモデルを配置 していることが、まあ、大体分かります。まあ、この中で、まあ、アップストリームファーストという考え方で、どんどん取り込まれていって、まあ、具体的に言うと、この、まあ、ディストリのコンポーネントとなる、まあ、いろんな OSS ですね、がありまして、それに対して、また Red Hat 系列だったら、Fedora、CentOS Stream、Rail という流れ、で、SUSE だと、OpenSUSE、Tumbleweed から、Leap とか、まあ、Enterprise、SUSE Linux Enterprise に、まあ、流していくと。で、ちょっと、ローリングリリースっていう歌うにはちょっと微妙なところがあるんですけども、デビアンシットも元にまあ Ubuntu とか、で、それ Ubuntu も4回に1回、2年に1回は LTS が出てくると。で、デビアンもまあ同じようにロングタームの位置づけとしてステーブルが出てくると。まあ大体そういう傾向になっていることが分かりましたけれども、まあ必ずしも、じゃあ Fedora とデビアンシットっていうのが同じ位置づけかっていうとちょっと違うとかあって、まあ大きくは分けられたけれども、必ずしもなんかすっきりしたわけではないという感じになってきました。で、どんなものが、で、あとは各ローリングリリースモデル、あ、モデル、リリースモデルについてちょっと見解を書いていってます。まあ、特性ですけれども、ローリングリリースは常にビルドして、リグレッションテストをどんどん走らせて、まあ、テストの NG が、自動テストの NG がなければ、もうどんどんリリースされてくるという開発のされ方、リリースのされ方をしています。で、脆弱性のアップデートや障害修正の取り組みは、このモデルが一番早いですと。ただ、どん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 リリースされてくるので、
長い時間かけて開発する人たちにはその追従してどうやって取り組んでいくかっていうのが課題になります。でローリングリリースが良いっていう話が、あとまあ、CentOS が、まあ、ローリングリリースを重視していくようになったように、なんで良いのかという話が、事例が、この一番下のリンクにあるようにですね、なんか記事がありました。これをもとに、内容をざっと説明すると、まあ、このブログの筆者が、まあ、CentOS の方で、サービス開始してるもので、その中に、まあ、Nmap っていう OSS を使ってましたと。でこれのバグを運用中にまあ見つけましたと。そしたらまあサービスに影響が多いのですぐに修正して、まあ、一番アップストリームですよね、 Nmap コミュニティにすぐにプルリクエストを送って、まあ、アクセプトされてリリースされました。まあ、しかし、まあ、CentOS の公式パッケージとしてリリースされてくるには、先ほどのこの流れ、もともとだとレールと同じ位置か、そのさらに後ろにいたので、なかなか出てきませんでしたと。これが不満だったんですけれども、今後、この CentOS ストリームの位置にあれば、それもローリングリリースだと歌っているので、はい、どんどん早く出てくるので、修正を早く手に入れるという意味では、とても良いものだと、まあ、このブログを書いた方は、記事を書いた方は主張しております。はい、これがまあローリングリリースのメリットで、この辺をみんなコミュニティの方が今メリットだと、まあ、利点だと感じている部分だと思われます。はい、で、所感、まあ、これは私の意見にかなりなってくるんですけども、新機能の早期提供が期待できるため、まあ、新たな価値創造に向いてますとか、まあ、修正やサービスの範囲までの時間的コストは低減できます。この先ほどのブログの人たちも、早く CentOS の公式のパッケージとしてリリースさせることができるということで、はい、です。あと、あれですね、クラウドサービスなんかだと、で、フロントエンドを作ってる人たちの世界から見たら、まあ、OS っていうのは多分もうかなり分離された世界になっていて、まあ、例えば、フロントエンドからまあバックエンドの実はシーンのメンテナンス状態というのは、まあ、ほとんど意識しないような世界になってきています。まあ、でも、バックエンドの方はまあ一生懸命この DevOps とかっていうふうに連携して、まあ、これ、ローリングリリースで新しく、どん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 常にメンテナンスして、新しく更新していけば、最新のインフラの上で新たな価値をどんどん創造していくことができると、サービスを作っていくことができるんだろうなということを感じました。はい。そしてですね、あと、まあ、同じような話なんですけども、まあ、クラウドとかウェブとかのサービスだと、まあ、外的な変化のスピードが速いので、その環境の適用はしやすいだろうと考えています。はい、クラウドや、まあ、スマホへの機能の進化の追従とか、社債機や組み込み分野ですね、こういうのがライフサイクルが長いものなんですけれども、その中で、社会的な要求とか要求とかがどんどん出てきて、徐々にアップデートしなきゃいけない場合にも、ローリングリリースの、まあ、OS を使うことがよくマッチしそうだなというふうに感じました。まあ、ただし、やっぱ安定化の確認っていう意味では、不十分なまま出てくる可能性が、まあ、ないとは言えないので、その場合の備えもしておかなきゃいけない。ないと思われます。まあ、例えば、まあ、すぐにロールバック、ダメだったらすぐにロールバックして再リリースできるような仕組みなどが必要だなと感じました。はい、で、次、定期リリースなんですけども、先ほどの表で、まあ、フェドラと LTS じゃない部分しかなかったように、もうあまり、なんだろう、需要が薄れていっているのかなというふうな印象を受けています。まあ、リリースごとに、まあ、先ほども申しましたように、スタック全体が更新されるので、まあ、依存関係等の、まあ、インテグレーションのレベルは、ローリングリリースよりは、それでも高いと言えます。ただし、サポート期間は、この LTS の上流という位置づけなので、LTS が出るまでのつなぎ的な感じですぐにサポートが切られる傾向にあります。はい、で、これ、どういうものが、
どういうふうにいいのかっていうと、まあ、新機能のキャッチアップに、まあ、今までもフェドラが担ってたように向いていると思われます。で、これがキャッチアップした技術が次 LTS がどういうあのフィックスドなのでいつ出てくるかが大体予測できるので、いつ市場に投入しようかとか開発に採用しようかとかっていう計画が立てやすくなると思われます。はい、ただもうなんかこの定期リリースの役割自体がまあローリングリリースでも良くなってくるんじゃないかっていうのが私の考えです。はい、なので役割は薄れていくと思われます。となので、まあ、見送るというのも、このリリースに関しては、この選び方という観点では、どちらか、ローリングリリースか LTS かを選んだ方がいいんじゃないかなという感じではあります。はい、で、最後にロングタームサポートとかエンタープライズ Linux ですけれども、まあ、とにかく安定志向ですと。で、リリース周期も長いですけれども、予測可能で、ですが、まあ、何が問題になるかというと、やっぱ、現行版とその次版の差が周期が長い分大きくなります。で、まあ、エンタープライズ版と、まあ、ロングターム版がほぼ同等のものとして出ていて、まあ、エンタープライズ版を選択すれば、まあ、企業からの長期サポートが受けられるものということで、まあ、企業で使う用途には良いものだと言えます。で、課題は、その上の方で3番目に言ったその半数の差が大きくなるっていうことが課題だと考えています。新機能の導入があと長い期間ないので、使う側としてもどんどん古くなっていく感が出てきます。で、あとまあブログでもあったように、過去のセント OS だとなかなかそのレッドハットのレールがのマイナーバージョンが上がるぐらいまでは待たなきゃいけないという感じで、なんか新しい修正が正式版として手に入るまでには時間がかかると。あとあれですね、その次版の差が大きいということで、EOL が近くなると一気に次の移行するのがすごく大変になりますと。まあ、特にスクリプト言語とか、例えば Python が2系の時代から突然3系の時代になるととても大変になるだろうとかですね、そういう意味でその移行コストが高くなるということは課題だと思われます。はい、で、まあ、このロングタームサポート、まあ、長い期間ディストリー側にメンテナンス任せて、まあ、セキュリティフィックスとかぐらい降ってくればいいやという感じで塩漬け運用できるというのも、まあ、メリットといえばメリットです。で、さらに、まあ、レッドハットの、まあ、コミュニティ版としてセント OS があった時代は、まあ、あれですね、無料の学習環境、練習環境ですよね。本番前の練習環境という位置づけが使え、という位置づけで扱えて、あれですね、練習環境として良かった。ということもあるのではないかと考えています。あとあれですね、ロングタームって、長期間のサポートは、まあ、サーバーのハードウェアのライフサイクルですよね。車もまあ同じかもしれないですけども、結構5年とか10年とかっていうライフサイクルがあるので、それともう ほぼ一緒にソフトウェアと OS とサーバー、ハードウェアとの保守期間を大体同じに考えられるということで、こういう意味でも、サーバー、ソフトとハード一体でライフサイクルを設定するようなビジネスには向いてるんじゃないかなと思いました。はい、ちょっと短いですけれども、終わりにです。まあ、オープンソースカンファレンスでも、この表で、まあ、メリット、デメリットを私なりに書いてみただけの発表になっております。まあ、この発表でまあ気づきが得られて、皆さんのディストリの選ぶ際の観点で、そのローリングリリースにしようか、ロングタームにしようかっていう感じの検討の参考になれば幸いです。はい、発表は終わりになります。オープンソースカンファレンスでは、あまりディスカッションっていう形ができなかったので、今回このジャンボリーで、
皆さんの忌憚のない意見を聞かせていただけたらと思います。はい、ご清聴どうもありがとうございました。上田さんのマイクが見えたのかな。あ、ごめんなさい、失礼しました。あ、ヘッドセットの方のミュートをかけてみました。どうもありがとうございました。質疑応答ありましたらぜひ。チャットの方に質問が。あ、もしかしたら声でやった方が良かったですか。すいません、あ、声でやった方が良かったです。はいはい、今回選出、選んだディストリビューションの選定基準とかってあるんですかね。あ、はい、ここで出てきたものとかの選定基準ですよね。はい、ディストリウォッチではもっと出てくるはずだっていうことで。あ、まあ、細かいのもやるとなんかもう無数にあるんですけど、何かこうこの辺でこういう基準で切りましたみたいな参考があるかなと思った。はい、いや、もう私の主観で、日本では有名な、これまあ、オープンソースカンファレンスの、スライドなん発表のために作ったスライドなんですけど、まあ、そこでよく出てくるものですね。スーゼのオープンスーゼのコミュニティもありますし、デビアンのコミュニティも、あと、まあ、ジェンツーとかのコミュニティもよく出てこられてるということで、ウブンツのジャパニーズチームの方も出てこられてるということで、まあ、日本のオープンソースカンファレンスの人たちがよく知ってそうなものということを自分なりの解釈で選んでます。はい、なんかそこがなんか共通に使える指標があったりすると、他の人に説明するときに、なんでこれ選んだのって言われたときに使えるかなという、ちょっとよこしまな考えでした。ありがとうございます。でもそうするしかないですよね。はい。はい、ありがとうございます。やはり組み込み系っていう話だと、いわゆるPC 用のディストローであるとか、そこら辺とはまた違ったいろいろなこう、観点が出てくるんじゃないかと思うんですけれど、皆さんコメントありませんでしょうか。ああ、ニックスは使ってみたいと思いましたけど、ちょっとあと、セキュリティフィックスの入り方の比較をどういうふうに書くと分かりやすいかなとかいうようなコメントが今ついてるように見える。はい、私がコメントしました。あ、はいはい、どうぞどうぞ。はい、はい、いや、結構セントスストリームとかデビアンテスティングとか的には結構セキュリティフィックスは後回しにされがちというか、まあ、なんて開発版というと安定版には割とスッと入ってくるのはあるんですけど、結構そういうところは細めのやつがあるんじゃないのかなというか、そういうところでもまあ、なんていうか、安定的に使うんだったら、まあ、なんていうか、ステーブルというか、うん、まあ、デビアンでする発言者、ステーブルとか、開発版とか使うのがいいけど、本当にテスティングっていうのはテストのためなんだよっていう、そういうあたり含めて、まあ、書きたいんだけど、まあ、それぞれにセキュリティフィックスはバラバラに入ってくるので、あんまり一般化できないんですけど、まあ、どう書くのがいいかなというのは、ちょっと、個人的にはちょっと思ってますっていうところですね。はい。テスティングには直接セキュリティ修正は入らないですので、うん、それを期待されても困っちゃうなというのが。あ、どうぞ。それを、他の人にどう伝えるのがいいのかなっていうのを。まあ、アンステーブルに入ってマイグレーションが何日になってるかっていうとこだけですね。それ以上のことはないかなっていう、ブロッカーがあったりすると入らないとか、そんな感じですね。デビアンの場合はパッケージトラッカーというのがあるんで、そこでどういうステータスにあるかっていうのを見てもらえれば、まあ、そのテスティング使ってる人だったらマイグレーションしてるかしてないかは判断はできますと。
まあ、ただ自分で調べないといけないですねっていうのはありますね。はい。はい、ありがとうございます。個人的にはこの辺は普段からディストリ使ってる人とかは、うん、このディストリビューションはローリングリリースで、このやつはまあピンと、なんだっけ、フィックスドリリースでとかっていうのは、こう、漠然とこう常識的に知ってたところが、やっぱこうやって整理されてるのは分かりやすいなと思いました。うん、あと、多分ここのメンバーの人だと、自分の手元の開発環境で使うディストリビューションを真っ先に想像しそうな気もするんですけど、まあ、それはそれで何を選ぶかってあると思いますし、あとはなんか部署のサーバーとかもっとなんか運用してるようなサーバーとかなんかそういうところでもまたちょっと求めるところが違うのかなとか思ってます。まあ、ローリングリリースは変更点をちょこちょこと入れていくから、まあ、追いやすいよねはそうなんですけど、まあ、要はペットのようにずっと可愛がってあげてる人だったら、まあ、それはイエスですねって言ってまして、うん、放置したいよっていう人にはいつの間にかなんか違う環境になってんだけど、これ何っていうで、調べようにもみんな環境が違うみたいな、書いてあること全部違うじゃん、何を元に話したらいいのって話になるんで、そこら辺はマイナスだというのはまあ分かるかなという感じですね。そのフィックスリリースの利点というか、あまり激しい変化が必要ないところだったら、うん、まあそれでいけるんじゃないっていうのはあります。で、実はその観点で言うとですね、一つごめんなさい、私終了の3分前に入ったのでちょっと的外れな発言になってたごめんなさいなんですが、ローリングリリースのところにCentOS ストリームかっていいんだな。CentOS ストリーム今回入ってますけど、CentOS ストリームって、レールの、ヘッドというか、前段の位置づけになっていて、フェドラから派生した後は、どちらかというと、実質入ってくるのって、ステーブルパッチ的なものしか原則降ってこない。から実はなんかローリング他のなんだろうな、ジェンツーとかデビアンシットとはまた毛色が違うといえば違う、ね、はい、そうですね、修正パッケージが先に投入されて、うん、みんな人柱になってね、ありがとうっていう位置づけなの で、だから皆さんセント OS が終わることに文句言ってるけど、誰もセント OS メンテするのでメリットないんだけど、なんであんたのためにわざわざメンテナンスしなきゃいけないのっていうのが私から見て取れるなって感じですね、はい、で私が言いたかったのは、ローリングリリースからイメージされるそのなんだろう、メジャーバージョンアップとかがガンガンかかってくるイメージではないから、でもここの文章の定義的にはローリングセント OS ストリームもローリングリリースになっちゃうし、その辺書き分けるのって相当至難の技だなと思っていながら、ちょっと資料ペラペラとめくってました。そうですね、なんで CentOS ストリームは本当ベースがカチッとしたものがあって、それに対する変更点を日々投入していきますよっていう位置づけなので、うん、純粋なと言ったら変なんですけど、そのよりローリング、うちはローリングですって言ってるところと比べるとダイナミックな変化はない。なぜならば、バージョンのサポート期間すらあるので、うん、なんなら Ubuntu にUbuntu 普段使ってたアプトゲットして新しいパッケージがありますって言ってるのとほぼ同じなのではぐらいな感じなので、 CentOS8 ストリームであって CentOS9 ストリームっていうのがまた出てくるので、 そこら辺がこうなんか、ローリングリリースだったらバージョンなんか関係なくてずっとやってるじゃんっていうのが、うん、またちょっとここは線を引かないといけないところではあるかなと思います。はい、数字、ね、CentOS ストリームに数字が入ってるのがなんでだろうと思ったけど、そういうことだったんですね。そうそう、フェドラから、だからレールの8とレールの9で、それに対する あくまでも前段の、要するにリリースブランチなんで、あれ、CentOS
CentOS 9 Stream is Rail 9のベースのアップデートが先に入れます。だから8から9への階段みたいなのはないあるんですね。ないです。完全に分かれて、それをね、知らないで騒いでる人が当初すごいって、おいおいってなってました。で、平松さんがセキュリティ修正だけ速攻でローリングアップデートしてくれなんて、なんて神なんだみたいな。ありがたいです。また。で、一応、念のため言っておきますけど、これは林さんなりし、資料に対するイチャモンじゃなくて、定義付けどうやってもなかなかうまく表現しきれない部分が多分にあって難しいねという悩みどころの話でした。はい、ありがとうございます。はい、コメントありがとうございます。平松さんもいろいろコメントを書かれてるけれど、まあいいのか。ではとりあえず、ここら辺で、一旦ちょっと切りたいと思います。というのは何かというと、あと、1分、20秒になりますけど、2時46分を迎えます。言うまでもなく2時46分東日本大震災が起こってからちょうど10年目というタイミングになります。実はこの、日本テクニカルジャンボリーも第37回目だったかな、東日本大震災の翌日だったか4日後だったかなに、スケジュールされていて、それを急遽キャンセルするなんていうことも、記憶しております。また皆さんすごく、それぞれが大変な思いをされた以上に、また被害に遭った、方々も、引き続きまだ大変な思いをされている方もいっぱいいらっしゃるという状況かと思います。という中でのもございますので、2時46分をもちまして1分間、黙祷ということに、したいと思います。あと、20秒ほどです。そのまま、お待ちください。2時46分になりました。黙祷をお願いいたします。ありがとうございました。引き続き、ディスカッションありますでしょうか。大丈夫ですかね。はい。では、林さんどうもありがとうございました。